らっしゃいませ。コロモフィー。あ、オリバーさん、お疲れ様です。グッドアンドモーニング。グッドアンド。オタク連れてきたんですよ。俺もしなんかちょっと写真撮って、ちょっと写真撮っていいですか。はい、チーズ牛丼ってわけ。オリバーさんだ。あ、つながった。あ、イフ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 ちょっと また出るときに電話かけます。わかりました。BMC で働いて待っております。あ、はい、それでは See you next time。See you next time。てるるん。てるるん。なんだろう、用事があるのかな。さっき何て無線で言いました。先に来るカフェに。あ、そういうことか。あ、ありがとうございます、シドさん。あ、ちょっと電話だ。よいしょ。はい、もしもし、あげころです。あ、いついつ、これもし。はい。あ、今から向かいますので。あ、わかりました。お待ちしてます。はい、少々お待ち。はい、失礼します。失礼いたします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、これもし。あ、オリバーさん、お疲れ様です。グッドアンドモーニング。グッドアンド。これもちゃん、おはよう。ちょっとオタク連れてきたんだけど。俺もしなんかちょっと拙者連れてこられてきたんですけど。いやいやいや、ちょっと待ってください。ちょっとこっち来てください。待って。ちょっと待って、ちょっとこっち来てください。どういうどうしたの、コロモちゃん。オタク、なんか喋れよ。どういうこと？これもし、そしたらね、理解したことが、あるんですよ。拙者とね、僕は、コロモスと、ラミスはね、幸せにするためにはやはり、ちょっと待って、別れるしかなかった。ちょっと待って、拙者らは、結果、こうなったのである。待って、ラミちゃんはそれ知ってるの？いや、まだ知らない。今日ね、分離しちゃったんだよね、体が。ちょっと、やだ、エモい曲流すな。すいません、ちょっと、着信。びっくりした、アニメのオープニング始まったかと思った。ちょっとじゃあまた、はい、びっくりしました。今、分裂しちゃったんだね。アニメのオープニング始まったかと思いましたよ、うち。ちょっと待ってください。ちょっと写真撮っていいですか。もちろん、大丈夫だよ。はい、チーズ牛丼ってわけ。いきますよ、はい、はい、チーズ牛丼。パシャリティ。待って、だからこのままなんだって。それってさ、大丈夫ですか？そうなってくると、オリバーさんの取り合いになって、ヨシャ君が悲しい思いしませんか？ちょっと待って。パティシー、DD。パティシー、DD、それは。おい、てめえ、オタク死にてようだな。いや、さすがに拙者に言われてもちょっと困るんですけど。これ知って。こっち向けよ。これ知ってるの？って、その、あれですね、別人だとみんな思うってことですよね、これ、普通に。あれ、そういうことだよね、知らない人は。まあ、そういうことになりますな。ですが、拙者らは、コロモちゃんとラミちゃんしか知らないね、これは。へぇー、何それ。どっちの手を取る？すごい。でも、あれだよ、だって絶対みんな、オリバーさん人気じゃない？おや
休み。そんなことないよヨシャ君、嘘だよヨシャ君。待って、これさ、うちさ、パテティも DD じゃん、それどう考えても。おい、てめえマジ殺すよ。渡したいものがあったんだけど、どっちに渡したらいいのこれ。ちょっと何、渡したいものって。これ賢者の石、ラビちゃんには渡したんですけど。ちょっと、あの、今もらいました、パテティ。僕がもらったけど。え、これ何？これ可愛いでしょ、賢者の石。いいことが起こりますようにってお守り。え、3人で持っておこうと思って。これいいな、オリバー。これは僕がもらっておく。え、これ今どっちがもらったの？これ、もう。え、ヨシャ君に取られたの？オリバーさん、言い返さないと、もっと強く。まあ、さすがに、この人のあの背中見てくださいよ。デューがあるじゃないですか。あ、確かに危ない。さすがに無理っすよ。オリバーさん守ってくれるんでしょ、きっと。この人が暴れ出したらうちのこと。いや、まあどう考えてもあの頭にぶち込まれたら終わり。キティキティ。行くか、オタクも。え、どういうことなんですか。これ教えたかっただけなの。え、ちょっと写真撮ってもらっていいですか、二人の間に挟まって。いい？ちょっといいお願いします。え、すいません、ちょっと写真を撮ってもらいたいんですけど、撮ってもらってもいいですか？いいよ、いいよ、綺麗さ。え、じゃあちょっとどこでもいいんで、ちょっと間に立っていいですか、二人の。車のま前に立ったらいいですよ。あ、いいですよ、車の前で、じゃあ。はい。じゃあ真ん中いいですか？じゃあ、こっち側側に。あ、じゃあ僕の正面から撮ってあげる。こっちか。あ、ありがとうございます。もうちょっと左側寄った方がいいかもしれないね。あ、もうちょっと左側、はい。はい。じゃあ縦型で撮るね。ありがとうございます。ちょっとじゃあポーズします。うん、どうしようかな。いや、これもし別にポーズしなくても可愛いのでは。そんなことないよ。そんなことないよ、オリバーさん。いくよ。ね、死にてえのか。なんでヨシャ君が怒ってるんですか。ヨシャさん、あ、久しぶりなんじゃないですか。あ、はい、お久しぶりっすね。ヨシャさんって会ったことあるっけ。多分、まあ、修理何回かくらいですね。あ、そうですか。あ、一応に今3枚取ったから一旦。あ、ありがとうございます。感謝の極み乙女。はい、一斉祝い。ちょっと待って、サラマンダーブレス。お前、今やかんねえこと言ってんじゃねえ。はい、ありがとうございます。相変わらずだな、オリバーさん。静かにしろ、オタク。何が、え、ちょっと何が起きてんだ。お友達だったんですね。知らなかった、うちここの2人が友達だったなんて。まあ、実際よくね、ジャンプしろよって言われるんですよ。ちょっと待って、よしゃパテさんの方がオタクの感じで喋ってた今。え、僕ですか。はい。え、そんなことないですよね。そんなことない。よしゃくんはだってとってもキザで、まあ、確かかっこいいですね。かっこつけの人なんだもん。全然めっちゃかっこいい。オタクとは違うよ。かっこつけでキザなんだからね、よしゃくん。そんなわけないよね。言われてますよ、パテティ。ちょっともう帰ります。あれ、ありがとう。また遊びに来てね、二人とも。え、オタク、お前運転できんの。まあ、いってらっしゃい。え、二人仲良かったんだ。え、めちゃめちゃ罵倒されてたけど。いやいや、そんなことない。ヨシャ君はああいう人なんで、キザでカッコつけだから。あ、はいはい、そう、普段から透かしてんの、いつも。まあ、ヨシャ君は別にお友達なんでね。あ、うん、お友達、お友達。更新したことがあるの、え、レースの。それで仲良くなりました。コロモちゃんが好きなのはパッティさん。あ、じゃあ違う、オリバーさん、そう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 、そうだそうだ。今日だからオリバーさんがさっき会いに行きますねって言ってくれたから、一人で来るのかなと思ったら、まさかの友達を連れてきたからびっくりしちゃって。そう、いつも会いに来てくれたりするんですよ、電話毎日かけてくれて。いいな。ちょっと待って待って。あ、そろそろ行こう、そろそろ行っちゃおうか。あ、じゃあ修理します、行ってくる。はい、行ってらっしゃい。詳しくまた後で。はい、また。悔しく。行ってらっしゃい。はい。うん、この間なんかヨシャパティさん、オリバーさんと一緒に来てたね。そう、なんかね、仲良くなったみたいで来てた。でも仲悪そうだけど、なんか仲良くなったみたい。仲悪いの。なんか仲は悪そうだって二人で話してる感じ。だから、ヨシャ君が結構オリバーさんに怒ってた、うん、なんかなんかお二人の性格私知らないんだけど、なんか確か、うん、ヨシャ
ヨシャさんってどんな人なんだろう。ねキザでカッコつけてるんだ。うん、スカしてる。スカシマンなんだ。うん、何に怒ってるんだ。オリバーさんもっとしっかりしろみたいなことかな。あ、そうじゃない。オリバーさんがなんかさ、ほらオタクさんだからちょっとうじうじしちゃう時があって、うん、そういう時にあのしっかりしろみたいな、ピンとしろみたいな感じで怒ってる。なるほどね。そう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 、そういうことか。あれ